と2ヶ月間病院に入院してつまんないわけですよ、体元気だから。で、その時に弟がやっぱ鉄平、鉄平も暇なら本でも読みなよって言われて、弟の方が何に成熟してるで、あの僕にその小学生が読めるサイズの字のすごく簡単に書かれた15小節を読める人よりも、私が俺が小説読む男だと思ってるのかバカ野郎なんて、その小説を投げたりして、後で監督さん拾ってくれたり、そういうのを話してたのがあって、でその後もずっと作れるように言われたんですけど、本当に読めないし体元気だから、うん、で、読み始めたらすごいなぁと、うん、もう自分は足折ってるから動けないけど、この本の世界ってどこにでも行けると。で、漫画みたいにあえて絵がなくても全部自分の頭の中には絵が浮かんでくる。で、そこで僕は本を知ったわけですよ、なんかその小説を読む楽しさを。で、それからというものを、まあ、本当にたくさんの小説、まあ、そんなたくさんってもね、読むようになって、で、この15少年漂流記だから、あんまり本好きじゃないって人も何かの感想文とかで簡単だから一回読んでほしいなと思うんですけど、まあ、その少年たちが ある、まあ、島を漂流したのなんですね、この島で、その島に行って、それで、まあ、その少年たちがじゃあこの島の大統領を決めようって、その大統領を決めたりとか、あとこの島っていうのは一つの本島なのか、大陸なのか調べようって言って、いろいろ歩いたりとか、日本はどうやって食べるか、取ろうかとか、罠を仕掛けてどうしようとか、そういう世界がすっごい、もうなんだろう、少年たちのこの憧れの世界ですよね。それがすごい楽しくて、本当に最後まで飽きさせずに、